今日はですね、岐阜県養老郡養老町へ向かっております。養老、はい、ある伝説にも関わりがあるようなものを見に行きます。天の地のドライブしよう。天の地東海環状自動車道養老インターチェンジを降りておよそ6分目的地に到着です。まだ俺来たんですよね。氷炭だらけ。2人がやってきたのは岐阜県の特産品氷炭を栽培から加工まで行っている安田氷炭店。文字になってんだこれ。なんか金曜日の金とか、ね、今年の漢字いう文字なんですよ。氷炭文字言うてね、画数が異常に多いやつはこれ嫌だった2013年。なんだ和和和で、これがあの養老の滝をイメージしてこうやって作ったりね、うん、でも、はい、そもそもあれですよね、氷炭ってその養老の滝の伝説にも関わりますよね。はい、そうです。何なのその伝説。養老の滝の水をですね、氷炭、うん、にこう入れて持ち帰ったらお下げになったという言われがあるんですよこの氷炭に滝の水を入れて持ち帰ったらお酒になる。めちゃくちゃ笑っちゃってるじゃないですかさらに自宅で氷炭ランプを作成できるキットも販売。今回は特別に作らせてもらいました。あ、来た来た来た、ね、普通がやばい手術してるそれでは完成。うわ、芸術作品私のハート見てください。もうね、これやばいハートやばいハート、これ売れますよ天野さん。売ろうかいやいや、売ろうかじゃない。岐阜県養老郡養老町安田氷炭店は東海環状自動車道養老インターチェンジからおよそ6分です。